卵図鑑っていう本によりますと、はい、モンシロチョウの卵です。全長は1ミリ、横幅は 0.5 ミリですね。はい、だいたい葉っぱの裏に産んでます。あ、潰しちゃった。はい、この虫眼鏡の真ん中のところにモンシロチョウの卵があります。見えますかね。ギリギリわかるぐらいですね。この葉脈の間のところにあります。この指先にあるのわかりますかね。点とあります。